ナンバー2で、うん、このままずっと行っても、うん、変なあの解釈ですけど、うんうん、新陳代謝生まれないなみたいな、うんうん、勝手になんか思ったりとかして、うんうん、でベンチャー企業の M&A は M&A バンク。カノさん、はいはい、ナンバー2で会社が大きくなっていって、うんうんうん、で持ってた株があったんで、うん、それであの子会社の代表やられていて、うん、要は株子だったんですよね。はいはい、でもこれってなかなかこううまくいくケースって少ないような気がしていて、うんまあ、未上場であっても、うんうん、どういうタイミングで創業者というか代表者にこう相談したんですか。別にそういうやり方じゃなくて自分がもう完全スピンアウトするっていう選択肢もあったわけじゃないですか。うんうんうん、確かにね、はい、そうですよね。僕39で、はい、40来年なんですけど、うんうん、やっぱ40までに何かしなくちゃいけないなみたいな、ふとたまたま来たんですよね。前の会社のこう代表はあんまりこう外交とかしないじゃないですか。しないっていうかその役割として、うんうんうん、役割としてね、僕が外交でっていう立場だったんですけど、うん、島袋さん含めて、うん、まあね、いろんな会社の仲間がトップで頑張ったりとか、うんうん、IPO したりとか、はいはいはい、まあ、安藤さんとかね、はい、安藤光大先輩とかね、はいはいはい、そう、はい、あと一昨日かな、スポーツフィールドの篠崎君も承認申請出ましたよね、はい、降りたし、あとウームの鎌田君とかね、はいはい、みんなやってるじゃないですか。みんなね、でなんかこう、うん、本当全くする気なかったんですよ、うん、言ってましたよね。言ってたもう、まあ、全くする気なかったし、はい、どっちかっていうと、うん、劉備玄徳より諸葛亮孔明だみたいな、うん、なるほど、なるほど、なるほど、はい、そういう感じなんですよね。はいはいはい、はい、だけどふとなんかやっぱ40手前になって、うん、保証人とか、はい、リスクとか、うん、自分でこう背負う何かっていうのを感じたことないんで、一回もないんで、だから代表になんかね、昔すごい相談したことがあって、はい、僕本当リスク背負ってないんですよとか、はいはいはい、一回も挫折したことっていうのはその社会に出てですよ、はい、一回もなんかこう壁にぶち当たったことないんですけどって、はい、もうすごい相談したこともあるんですけどマジですか。ないないないすごいな。でもだからこうずっとこう右肩上がりで、やっぱまあ順調にね、会社も伸びていって、うん、で2015年から新規事業とかもやらせてもらって、はいはいはい、すごいいい会社だし、うん、居心地いいし、うん、まあ経費もね使えるし、はい、どれぐらい使ってたんですか。数百万。1年で。1年じゃないよ、1ヶ月で。数百万。まあまあそれはね、そう数百万。数百万って？数百万。上？後半？後半じゃないよ。前半。めちゃめちゃ前半ですけど。ララ言ってますね。言ってないって。全く言ってない。言ってない。それで、はい、ね、やっぱり心地いいですよね、すごい。まあまあまあそうですね。ものすごく、うん、まあ、リスクなくして、リスクなく、うんうん、で誰にも怒らないし、で新規事業やり放題だし、うんうん、だからね、そこなんか自分で背負ってる感がなくなっちゃったんですよね。なるほどなるほど、うん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 、なんかで片や周りを見たら、うん、こう始めゼロから始めて、そう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 、どんどん、まあ、IPO していく社長たちが増えてきて、そう、うん、もういるし、うん、あとはその前職の役員って僕が一番年下だったんで、はい、僕がなんかこうナンバー2で、うん、このままずっと行っても変なあの解釈ですけど、うん、新陳代謝生まれないなみたいな、うん、勝手になんか思ったりとかして、うん、いろんなことを考えて、で代表にこう2人で飯食い行きましょうって言って、はい、夜食事誘って、はい、そこでこういろいろ話して会社の未来のこととか、はいはいはい、そのなんで創業したんですかとかいろいろ話した時に、うん、まあ、僕は本当は39じゃなくて、うん、40になったらちょっと一回やっていいですかって話をしたんですよ。本当こう大好きなんだけど会社はと、はい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 、そしたら、はい、まあ、2秒ぐらい沈黙あった後に、はい、まあ、そうだよなっていう回答が来たんですよ。人生一回だしなみたいな、はいはいはい、さすが中込社長、さすがなんです、ね、さすがなんですよはいはい、はい、そうそう、で何やりたいのとかっていろいろそこで話して、うん、こういうことやりたいとかこういうことやりたいとかいろいろ言う中で、もし可能であれば今のジョブアップの会社は01で僕がこう企画書書いて代表に OK もらった事業だったんで、うん、なんかこれとかどうですかねみたいなちょっと遠回しに言ったら、うん、あ持ってきたいのみたいになったわけですよ。でちょっと持ってきたいなっていう話をしてたら、うん、今の株もあるし、うん、なんかうまくできるんじゃないかなっていう話になって、でまあそこは飲んでるんで、はい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 、こんな細かい声は言わないじゃないですか、うん、でそうですかそうですかって言って、うん、その場を終わって、うん、今年の頭に、うん、どうせだったら40じゃなくて、うん、早めにやった方がいいぞって言われたんですよ逆にね。へー、そう早い方がいいぞって言われて、うんうんうん、ほんでこういろいろどんどん拍子に話が進んでったっていう、なんかもう親父みたいな感じですね。もう親父ですよ、うんうん、親父ですよね。そこだから上場してたらちょっとやっぱり、うん、あのバリューついたりとか、まあそうですね、そうですね、株主さんとかいたので、うん、あれですけど、うんうん、やっぱ未上場の、まあ、子会社
だから、まあ、代表がほとんど大株主ですから、うんうん、決定権もあるし、うん、そこさえちゃんとこう筋通して、うん、関係性さえちゃんとしてれば揉めはしないというか。なるほど、うん、ってことはナンバー2とかになった場合、うん、本体の株式を上場非未上場であれ持つべきだってことですね。持つべきだというか、うん、僕は最近思うのは、うん、僕はだからその19から入ってるでしょ、うんうんうん、だから28とか9まで分かんないんですよ、そういう株のこととか。分かんなかったでしょ、うん、MBO とかさ、そうそうそう、M&A とか、はい、M&M と思ってました。チョコかよと思ってたんでしょ。美味しくないこれ。気づいた時には、はい、もう会社が200億とか言ってるわけですよ、はいはいはい、買えないんですよ。買えない気づいた時には買えない。だからやっぱりシリーズ A とか時価総額10億とか、うん、その前後ぐらいの時に借金して買うのがいいと思うんですよ、うん、金貸してくれとか、うんうんうん、社長に金貸してくださいとか、うんうん、自分で金を借りて 5% 持たせてくださいとか、うんうんうん、10% 持たせてくださいとか、小さかったら言ってたかもしれないです。今だったら言ってた。なるほどね、うん、言ってた言ってた。確かにノーリスクで株をね、そう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 、ちょっと良くないし、良くない良くない、そこは、うん、だから創業メンバーじゃないんだから、うん、ある程度もう成長曲線見えてるし、うんうん、あと自分の命かけたいって思えるパーセンテージを、うん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 、10億円だったら安いじゃないですか。安くはないですよ。でも5000万で 5% でしょ、はい、で5億の時価総額だったら5000万で 10% じゃないですか、うんうん、それぐらい別にいいじゃないですか、ね、うん、まあまあね、うん、覚悟を決めて、はい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 、だって代表者はもっと連帯保証入ってるわけだから。まあそうですね、うん、だからそれがおすすめかもしれない。おすすめってナンバー2とか3とかは、はい、多分持ってない方たちは、で逆に言われたら嬉しいし、うんうん、あの社長でそういうふうに言われたら、うん、いや、しゃべれないんだよ、株くださいって。いや嬉しいっすね。嬉しいっすよね、はい、命かけなくていいけどこの連帯保証だけ反抗してくれるそこはまああれだけど、はい、でも嬉しいっすよ、ね、嬉しいっすよ。やっぱりそこまで言われたりすると、ね、やっぱこれなあのトップの人はやっぱ分かんないんで、分かんないでしょうね、その感覚なんです。言われるとすごく嬉しいし、うんうん、あ、なるほど、そういう解決の仕方があるなっていうのは創業者代表者でも勉強になりますね。確かに、はい、あとはやっぱりこう代表者からわざわざそのナンバー2とか3に株いるとか、うん、借金したまで買うとか言わないじゃないですか。だからやっぱりそこはナンバー2とか3からこの会社にかけたいとか人生かけたいとかって言って提案した方がいいと思うんですよ。社長に言わせるなって話ですよ。なるほどね。そう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 。社長がダメって言ったらどうするんですか。それでも好きだったら何回も口説く。10回言われたらうんって言うでしょ。まあそうっすね。10回言われたらそうっすね、うん、そこはそこはああって言ってやめる気になっちゃったらそれまでの気持ちだったんで、うんうんうん、まあいいんじゃないですかっていう。なるほどね、うん、やっぱナンバー2の心はやっぱ心得てますね。長いからね、うん、ちょっと次回、うん、その皆さんのこうナンバー2の方も結構見ていただいてるんで、はい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 、なんかちょっとアドバイス、うん、アドバイスになれば、はい、ということでまたエマンドエバンクでお会いしましょう。ありがとうございました。M&A のアドバイザーに頼む前に、資金調達ももう投資家に話をする前にいろんなアドバイスができると思いますので、ぜひご相談ください。お問い合わせお待ちしております。